こんにちは。まさにタイムゾーン。あの男組がですね、二十数年ぶりかな、なんかセルフカバーやってるんですよ、 YouTube で。いやこれね、たまたま見つけてびっくりしましたね。動画概要欄にネタはつけておきますので、ご覧いただきたいと思います。高橋和也さん、ベースとボーカルやってますけども、いや当時のまんまうまいですね。前田光陽さんも出てますね。すごい。これは男組復活があるのかもしれないです。じゃあ曲聴いてみてください。